今から400年ぐらい前にこの町内に一条兼中さんという武将がおいてたんです。この方がこの寺の本尊様の千手観音様にお参りをされまして、大変強い力をいただいたということで、そのお礼に大きな鏡餅を作ってこの寺の本尊様にお供えしたっていうのが力持ちの始まりということになっております。昭和45年からは力持ちを後世に残そうということで保存会も作りまして、女性の部を設けたり小学生の部を設けたり、あるいは幼児の部を設けたりということで、どんどん参加者も多くなりまして、現在では100人ぐらいの方が力持ちの競技に参加をしてくれております。男性の部では今までに25連勝された方もおいてますし、現在では鳴門市のダンさんという方が8連覇されておりますし、また来年も記録を伸ばされるのではないかと